いやいやじだしゃあかしだよめっちゃんだとばですリミックス花草ペロリンチョドンペロナチクですこれ報道人狼ボード買ったら賞金もらえるQuand t'es venu dans la rue 一人できへんのよ。え、よくそのテンションでいけんな。ここに一人できへんやつおんねん。なんで何があったの？あんなおもろいアプリ。え、うん、あーこれが加害者覚えへんってやつか。えどうした一生できへんからだよね俺は。あ、そうや先生。あ、そうや。あったな。一生じゃないで、うん、永遠やで。でも無理天国でも無理ね天国行けるんやん今回ですね実は参加する人一人だけ誰こん中に一人ホームレス混じってます誰誰誰ホームレス見た目的に自分で言って誰誰誰もう70万人やでマリーンえ Quand t'es venu dans la rue 残高とかね、5万とか多分えぇ何が使うのこれですこれですね師匠だいぶグルメやからなどっかから金振り注いでこへんかなちょうどなんかあれらしいえ荒野行動人狼ボード買ったらなんか5万もらえるらしいそんな美味しい話があるんですかいやいやどうぞどうぞこのゲーム参加するいやちょっと待ってこのゲーム参加して買ったらもうみんなからドブネズミ扱いをされへんってこと家族から破壊締めされへんってこと弟から破壊締めされへんってこと心配なるてお前めっちゃ心配だったわ今参加するうん一旦保留なんでやりますよそりゃ一緒にいるとね声が入っちゃうから僕ら別のモニターで確認してるからちょっとニヤニヤしたりしてはいはいやるのこいつ一人でおおなるほどね人狼モードじゃ早速やっていきましょういきますはい回しますえ、師匠、画角これでいい？あ、言い訳ない。言い訳ないよ。あかんの俺。近すぎるから。うん、そこ。オッケー、わちゃこれ。いやいや、なんで？修正下手。俺、そんな、あれ、顔で勝負できひん人間やろ。遠回しにイケメンみたいな。遠回しにイケメン？うん。いやいや、近距離戦でブスやろ、これ。見ざる、聞かざる、俺、ござる。ござる TV。っていうのが流行ってるらしいんで、なんか。高評価らしいんでやっときました荒野行動人狼モード対戦して勝ったらチャリーンということでどんなゲームかって言ったらまず大きいね大きいなんか館みたいなとこに10人ぐらい集められて、まあ、そのうちの2人が人狼その他が、市民ってなってるんですけれどもその人狼2人を見つけ出して追放しながら市民側はタスクっていうのをね完了していかないとダメなんですよなんか永遠の向きずらしたりトイレ流したりみたいな人狼は人狼と同じ人数殺したら人狼の方が勝ちというねまあそういうルールでやっていくんですけれども何がおもろいかってねボイスチャットってのができるんですよ一般人と喋れるってね喋りながらできるっていうそれもねもうどんな人と出会うのかとかねそういうのを楽しみにやっていきますグラ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 グあおあおー赤ー髪赤ー Quand t'es venu まあね市民と人類とか市民の方が勝ちやすいですから市民にはなりたいねさあこんにちはさて今宵もぶちかましますかQuand t'es venu dans la rueぶちかましかすかめちゃくちゃテンション高いっすね俺は勝ちに来てる足で窓になるやつ早く帰った方がいいぜ俺が見せるのはガチの人狼だぜ抜けようかな足で待ったらちょっととかいいな頑張ります言葉じゃなくて行動に示せよ行動にやったるぜやったるぜさあWe'll be right back.
人狼や。人狼や。師匠、人狼？さあ、ということで、僕、人狼なんで、人狼の仲間の人とね、喋っていきたいと思います。え、聞こえます？え、聞こえます？喋ってほしいっす。もしもし？もしもし？もしもし。あ、よかったー。いや、もう僕、下手なんで、ちょっともう、あ、そうなんすか。どんどんやっていきましょう。もうけど最初は下手な行動しない方がいいっすよね。ですよね。てかやばいやついたんで、さっき殺すと。あ、ちょっと待ってくださいね。今タスクやってます。なんかカモフラージュで、ね、カモフラージュでタスクやってます。なんやねんそれ。もうココちゃん待って。犬おる？え、横に犬います？あ、犬いないですよ。え、何がいたんですか今。あ、娘がいるんですよ。あ、娘が、あ、赤ちゃんの娘横にね、人狼しましょう。娘が誤射するかもしれないです。娘が誤射って、すごい日本語聞けた。取っちゃった。あ、ありがとうす、最後っす。殺しちゃった。最高。殺しちゃった殺しちゃった。可愛い声で可愛い声で残酷ですね。あ、キューバにバレた。いや、キューバにバレた。いや、キューバ殺そう。キューバ殺します。やばいな。いや、キューバ殺そう。あ、ここ殺す、殺すよ。どこや、キューバどこや、キューバどこや。うわ、現状報告すると、一番さんは味方の人狼が、はい、村です。味方の人狼がバレました。どうしようかなこれ。え、皆さん結構手慣れっすか。あの、プロプレイヤーです。プロプレイヤー。あ、プロプレイヤーですか。じゃあ皆さん、僕5番なんですけど、皆さんにちょっと任していいっすか。いや、ダメダメダメ。厳しい、プロ厳しい。わかんない、1番。おい、俺あの1番とずっと行動してたんですよ。あ、そうなんですか。はい、ストーカーして、はい、ストーカーし合って、ストーカーされて、ストーカーして、はい、あのそれ連続なのに、はい、1番は俺を人狼だと言うんです。え、じゃあもう人狼でいいじゃないですか。やめてください。いや、白なんです。やめてください。はい、お願いします。すいません、死にたくないです。はい、ということで今、喋りを止めたんで、喋りをミュートしたんですけど、僕の僕は素人ですみたいな感じで行きました。なるほど。こいつら、俺のこと怪しんでません。プリー、めちゃくちゃ推測してるけど、俺の名前ないです。プリー。昨日の敵が味方、うん、このことわざ、俺の座右の銘です。めっちゃ喋ってる。座右の銘喋ってる。追放者なし？追放者なしや。聞こえます？聞こえます。怪しまれてなかったですね、そんなに。あ、そうですね。結構僕ちょっと話入ってたんですけど、聞こえてました？あ、聞こえてましたよ。え、どうでした？いや、もう最高でした。最高でした、ありがとうございます。さすが一児の母は強い。3時ですけど。3時もいるんすか、すげえ。その話をしたい。じゃあ俺ちょっと殺してみようかな、人。あ、殺しちゃってください。殺しちゃってください。3時の母から出る言葉じゃない。でもね、これ人いたらね、殺せないじゃないですか。あ、人多い、人多いから殺せないですね。今ちょっとタスクやっちゃおうかな、一回。固まってるんだよな。固まってますね。なんか作戦ありそうですね、非常に、ね、なんか人多いすぎても怪しまれますもんね。人おるな。いますね。結構耐久戦に持ち込みます、これ。持ち込みます。来た。どう会話に入ったんやろな。え、怪しい人いました。おい、おめえらのか。え、僕だって、お前じゃねえのか。え、俺マジちゃいますけど。あれあれ、信じよう。俺マジで。黙れ黙れ。お前のことは俺に任せろ。ヨンさんについていきます。ありがとうございます。マジでなら俺の背中だけ見ろ。ありがとうございます、本当に。心強っ。ああ、はい、じゃあちょっと黙りますね、一回。いいだろう。え、ヨンアホです。え、ヨンめっちゃアホです。俺のことずっと怪しんでるのに、みんながヨンが俺をかばいました。なんで789、うん、この中に2人人狼。おい、見えましたよ。来た789、この中に2人人狼映ってる。俺入ってないんだ。やめろ。俺入ってないんだ。やめろ。おい、5番さん、5番さん喋ってください。5番さん、え、何ですか何ですか。9番怪しくないですか、これ。
え、ちょっと僕話聞いてなかったんですけど、多分9怪しいっす。じゃあえ、待って、ガチでやめてください。いいよ、やめればいいじゃん。やめればいい。やめろ。おい、俺を信任に追い込むな。え、誰にしよう。わかった、これ7番だ、これ7番。やられちゃった。やられた。仲間が大事件起こりました。アホやと思ってたら仲間殺されました。ちょ、待って。え、どうしたらいい。しかもみんな固まって走って、ちょ、やばい、ご飯欲しいって。ちょ、サンジの母どこ行ってん、おい。ちょ、仲間が死んじゃったんで悲しいとこっすけど、結構話、俺2つのこと同時にできない人間なんで、話しながらなんでめっちゃ適当に走ってます。やばいっす、これ。さあ、4番がずっと、じゃあ4番、俺仲間や、4番大好き、イエーイ、フゥー。けど4番にこうやって見張られまくって何もせえへんっていうのは、あ、ちゃうわ、あえてタスク全部やったら俺死んでまうんや。やばい、同胞が一緒、4殺そうかな。うざいな、こいつ。さて、今宵もぶちかまし、このことわざ、俺の座右の銘。お父さんについていきます。ありがとうございます。せえなら俺の背中だけ見ろ。ありがとうございます、本当に。同胞が一緒、4殺そうかな。うざいな、こいつ。こいつうざいな。殺す。カーテンヴェヌーダンラルー。ここです。よく殺しちゃった。どうだよ。いや、ちょ、入れないでください。ちょっとそこは団結力やめましょう。いや、僕や、いや、僕怒らせてやばいっすよ。死んだブンクラだな。お前は絆も壊して、その上勝利もできひんと。何をしてんねん。え、待って。絆とか最初からないけど。怖わずっと狼やん。だからドバで確定なんだ。いや、9番やめて。9番の喋り方やめろ。やってみたもったんやけど、めちゃくちゃおもろかった。確かに見ててもおもろかった。人狼で勝つって結構むずいねんけど、そこで勝ちたかった。惜しかった。確かに後手後手に回りすぎた。はいはいはい。いや、もうこのスタイルない。むずいな、ついてこられてましたな。ミートさんと会議室いたよね。違う。言い訳がないからお前のこと疑ってるのか。確かに。俺それ気づかなくて、とりあえずあの仲間に入ろうと思って、仲間に入っていこうと思って、で4が多分トップやから4と仲良くして、で作戦は OK やって、で4と一緒に走ったりして、けど俺も人殺さなあかんからとか思いながら、でなんかずっとついてくるから、嘘やから殺した。なんでやねん。